レスターシティが1年でのプレミアリーグ復帰を果たした。イングランド2部第45節が26日に開催され、2位リーズが9 p r に0対4で敗戦。残り1試合で首位レスターとの勝ち点差が4のままとなり、レスターの自動昇格圏内となる2位以上が確定した。2015から16シーズンに FW 岡崎晋次、原神トトロイデン、 ラを擁して奇跡のプレミアリーグ初制覇を成し遂げたレスターは、昨季18位で10年ぶりの2部降格。それでも当時の優勝を知る37歳 FW ジェイミー・バーディーを中心に今季序盤から首位を改装し、ラスト2節で一部復帰が決定した。首位レスターは29日に敵地でプレストンと対戦。27日に試合を行う3位イプスウィッチの結果次第では、 今節に2部優勝も決まる可能性がある。